スウェーデンに建設中のリルグランドウィンドファームの創造図洋上風力発電とは、主に海洋上における風力発電のこと、オフショア風力発電と呼ばれることもある。単純に洋上風力とも。洋上では山や建物や樹木などの障害物がないことにより、乱気流が少なく安定的に大きな風力が得られるため、 風力発電所を洋上に建造した場合、より大きな電力が供給できると考えられている。洋上とは言っても、必ずしも、海洋上を意味するのではなく、湖、フィヨルド、港湾内などに設置されたものも含めることに注意する必要がある。また発電機の形態に関しても、通常の風力発電と同様に基礎が地面に固定されたものもあれば、 海が深くて地面に基礎を設置できない場所でも利用可能なように不対式の基礎を用いたものがある。現在、日本の洋上風力発電の導入量は20メガワットに過ぎず、その全てが国の実証事業というのが現状である。2015年頃までは洋上風力発電が普及しているのはほぼヨーロッパのみであったが、中国も 国策として目覚ましい導入実績を上げ、2020年末には、総設置容量で、世界3位につけている。日本ではまだ本格導入されていない。洋上風力発電の累積設備容量推移1991年に、史上初めて洋上風力発電所が建設されたのは、ヨーロッパのデンマークであった。それ以来、ヨーロッパが、洋上風力発電の歴史をリードしている。 2009年の10月の時点で、ヨーロッパで26カ所の洋上風力発電所が建設中であり、それらの発電所は平均して76メガワットの出力があった。またヨーロッパで2010年に建設された風力発電の総発電量 Q3GW のうち 0.9GW が洋上に建設された。2010年現在の各国における 洋上風力発電所の総発電能力においては、イギリスが 1.3GW とズバ抜けており、ヨーロッパの残りの国の総発電能力を合わせた 1.1GW よりも、はるかに高い数値となっている。以下、デンマーク、オランダ、ベルギー、スウェーデン、ドイツ、アイルランド、フィンランド、ノルウェーと続く。2010年現在、洋上風力発電用のタービンに関しては、 デンマークに拠点を置く、シーメンスウィンドパワー社とベスタス社が、市場シェアの91.8%になっている。導入実績に関してもエルステッド社、バッテンフォール社、EON 社とヨーロッパの電力会社がリードしている。2010年10月の時点で、北、ヨーロッパを中心に 3.16GW の発電能力があるが、現在の発注状況からすると、 2014年の終わりまでにさらに 16GW 以上の洋上風力発電が導入され、とりわけイギリスとドイツの2国がリーディングマーケットになるだろうと考えられている。全世界的な観点から見た場合、2020年までに全世界の洋上風力発電による電力の総計は 75GW に達すると見られており、とりわけ 中国とアメリカでの伸びが期待されている。2017年、イギリスのスコットランド沖で、ノルウェーのエネルギー企業スタッドオイルが、世界初の二体式商用洋上風力発電所を稼働させた。洋上風力発電の種類2009年時点では、ヨーロッパで、標準的なスペックの洋上風力発電用の、原動機は1機あたり3メガワットの、発電能力だった。 将来的にこれを5メガワットにまで高めることが期待された。洋上では安定性のため、推進によって異なったタイプの基礎が求められる。いくつか解決策があるが、一例を挙げると、洋上風力発電を行う際、タービンはアクセスがしづらい海洋上などの場所に設置されるため、通常の陸上風力発電に比べて信頼性が重視される。 船を用いた定期的なアクセス手段が必要で、ギアボックスの交換などの重工業的な作業のために、ジャッキアップリグなども必要とされる。設備の修理と維持をするためには、専門の管理チームを組織する必要がある。タービンへのアクセスは船かヘリコプターが用いられる。陸地から、はるかに離れた場所に建設される風力発電所に関しては、 管理チームのための居住スペースが必要とされる。洋上風力発電の先進国である欧州においても、風力発電所の設計及び建設許可を得る際には1000万ドルの出費と5年から7年の歳月がかかり、また当時は思ったような結果が出ないリスクもあるのでは、と考える人もいたので、ゼネコン各社はこれを改良するように政府に要求した。2010年時点で、 すでに洋上風力発電第2位のデンマークでは、当局によって徐々にではあるが状況が改善され、ハードルがかなり下がった。洋上風力発電のデザインのガイドラインに関しては、IEC61400 から3に記載がある。デンマークの首都コペンハーゲン洋上にあるミドルグロン、洋上風力発電所2010年現在、ヨーロッパ各地に39の洋上風力発電所があり、 合わせて2396メガワットの供給能力がある。100GW 以上のプロジェクトがヨーロッパで進行中である。ヨーロピアンウィンドエネルギーアソシエーションは目標を2020年に 40GW、2030年に 150GW としている。2010年11月現在。 300メガワットの発電能力があるイギリスの棚とオフショアウィンドプロジェクトが世界最大の洋上風力発電所である。デンマークのホーンズレブ、ホーンズレブ2がそれに続く。カナダのオンタリオ州は5台超えの洋上風力発電を推し進めている。その中には洋上2 0トル 400メガワットのトリリアムパワーウィンド1も含まれる。他にも太平洋上に洋上風力発電所を建設するプロジェクトもある。2010年の時点ではアメリカには洋上風力発電所は存在しない。しかし西海岸、五大湖、太平洋岸には洋上風力発電に適した土地があり、現在建設計画が進んでいる。日本の排他的経済水域は 世界6位という広大な面積となり、洋上風力発電のポテンシャルは非常に大きい。IEA オフショア o r e o u 2019によると、日本の洋上風力発電の技術的可能な容量は、日本の需要電力の10倍近く存在すると指摘されている。つまり上手な方法で洋上風力発電所を大量に構築すれば、洋上風力発電だけで、 日本の全ての電力を楽々と供給できる。ただし、日本の場合、いまだに、原子力利権団体が裏で正解に食い込んで、政策決定に、様々な悪影響を与えているので、2020年夏、時点で政府が作成した資料でも、ヨーロッパと違い毎年台風の通り道になって、いるので難易度は、格段に高いなどとして、導入予測を低く算出する傾向を持っていた。 そうした利権による政治的な悪影響はあっても、やはり洋上風力発電は優れているので有望視され、研究開発が進められている。2021年には10月4日には、岸田内閣が発足し、従来の電力利権に忖度し続けることを良しとせず、原発45基分の電力を発電する洋上風力発電所を構築していく方針を打ち出した。 官民協議会は、洋上風力に関して、2040年に最大4500万キロワット、原発45基分の発電能力を目指す方針を決めたと発表したのである。鍵は、官民が本気で洋上風力発電所に取り組んで競争力を高め、設置コストを削減することであり、洋上風力発電に対する投資を促進する必要がある。 なお、日本の大手企業が国産の風力タービンの製造、設置に本気で取り組めば巨大な相乗効果が生じ、中期的にも長期的にも日本に様々なメリットが生じることになる。洋上風力発電によって石油や天然ガスに頼らず、電力を日本で完全に自給できるようになれば、石油や天然ガスの供給のリスクに振り回されることがほぼなくなり、 経済安全保障の観点でも安全を確保できることになる。日本では2011年に初の実証試験が長崎県五島市の椛島沖で実施された。2012年には東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故が発生した福島県の復興支援のため山岳館連携で日本初の付帯式。 洋上風力発電所を作る福島洋上風力コンソーシアムが立ち上がった。13年には2メガワット、7メガワット風車、5メガワット風車が設置されたが、不採算のため2020年で終了した。新エネルギー産業技術総合開発機構と東京電力は共同で2013年3月4日から 千葉県調子市南の沖合約 3km の海上で沖合洋上風力発電を運用しており、これは国内初の事例である。また、北九州市沖 1.4km の海域においても2013年5月16日、洋上風車の設置が完了している。現在、国内には洋上風力発電の設備は、 長崎県五島市沖や千葉県長州市沖などに合わせて5基あり、設備容量は1.4万キロワット程度に過ぎない。政府は去年12月、洋上風力発電の設備容量を2040年までに3000万から4500万キロワットに増やす目標を決めた。大型の火力発電所に換算すると30基から45基分に相当し、 現在の2000倍以上になる計算である。さらに、同 15km の地点にも、バージ型二重と呼ばれる小型の二重に風車を搭載したタイプの次世代二重式往生風力発電システム実証機を2019年5月に設置し、運用を開始している。なおこの実証運転は、2021年度まで行われる予定。2019年4月。 洋上風力発電普及法が施行された。7月、経済産業省と国土交通省は、洋上風力発電の整備を優先的に進める4区域を発表した。すなわち、秋田県野城市、三主町、小賀市沖、由利本城市沖、千葉県銚子市沖、長崎県五島市沖である。また、青森県日本海北側、道南側及び、道の区湾。 秋田県八方町、野城市沖及び、片上市沖、新潟県村上市、体内市沖、長崎県西海市江東沖の7区域も、一定の準備段階に進んでいるとした。なお、国土交通省は、蒸気の場所への洋上風力発電所整備の拠点となる港湾を2020年9月2日付で発表した。指定されたのは、鹿島、北九州の4港である。 これらの考案では、発電所を建設する際に必要な資材の積み下ろしなどで利用する不当を国が事業者に対して長期間貸し付けることが可能となる。火力発電所は温室効果ガスを大量に放出するが、洋上風力発電はそれを放出しない。火力発電所の代わりに洋上風力発電で発電した電力を使うことで、 地球温暖化を食い止めたり、その進行の速度を緩めることができる。洋上風力発電の推進派の多くは、温室効果ガスを減らそうという世界的な潮流のために2009年から、電力の値段は、今後上がってゆくだろうと考えている。あるコンサルタント会社は2014年から、洋上風力発電の KWH あたりの値段が、下がるだろうと予測しており、 ヨーロッパ、アメリカ、中国にはもっと洋上風力発電に適した土地があるだろうと報告している。洋上風力発電が火力発電のシェアを食うことによってエネルギーの輸入を減らし、大気の汚染や温室効果ガスも減らし、さらには新時代の発電のスタンダードとなることによって新たな雇用やビジネスチャンスを生むと期待されている。 単体で議論するものではなく、比較の問題であり、洋上風力発電の方が、他の発電方式と比べて、優れているのか、劣っているのか、という観点で分析するのが、客観的である。アメリカ発の洋上風力発電所となる、ケープウィンドの建設に際して2006年に行われた、デラウェア大学の調査によると、付近住民はこのプロジェクトによる、海洋生物、 環境、電力料金、景観、釣りや船遊びに対する影響を考慮の上で賛成か、反対かを決めたとのこと。洋上風力発電の原動機は、陸上風力発電に比べてそれほど、メリツないし、居住地域から距離があるため騒音郊外の可能性も、低い。洋上風力発電は、優れている。洋上風力発電の建設によって、 海洋生物の生息環境が失われるほか、渡りをする鳥類や、海洋生物の移動阻害、バードストライク、海洋環境の悪化などの問題は指摘されることは、ある。とはいえ、原子力発電所の事故が引き起こす、生態系へのダメージの巨大さに比べたら、洋上風力発電のダメージは、微々たるものであり、洋上風力発電の方がやはり原子力発電より、 はるかに安全であり、洋上風力発電の方が原子力発電より、やはりはるかに優れている。AB、オフショアウィンドブーミングインヨーロッパ。リニューアブルエネルギーワールド。2011年5月8日、閲覧。中国、洋上風力発電の新設容量が、世界最大に。東洋経済オンライン。2021年3月15日閲覧。ウィンドインアワーセールズ。 は2011フィギュア 1.1ABCDE エンバイロメンタル＆エネルギースタディインスティチュートオフショアウィンドエネルギー2011年5月8日閲覧オフショアウィンドエネルギーザウィンドエナジーアジェンチャーブレーマーハブンブレーメン2009州ウィンドインアワーセールズは2011 フィギュア1.3 UK リーチズコ GW オブインストールド、ウィンドランドマークニューエネルギーフォーカスブヤ23セプテンバー2010リトリーブド8ノーベンバー 2010ABCD マッドサインクログザガドオフショアウィンドパワー 2010BTM コンサルト22ノーベンバー2010リトリーブド22ノーベンバー2010世界書浮かぶ風力発電所が 稼働へスコットランド沖。朝日新聞2017年12月5日。アコモデーションプラットフォームドンエネルギー。February2010。リトリーブド2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 h t t p w w w n e w j e r s e e n o r o o m c o m コメンタリー。NJ must make wind farm permitting.Process as quick and easy as possible. ハット http://www.ieawind.org コロンススララッッシシュュスラッシュアネックスパーセント20液祭サブタスク1 html ハットストリームラインリニューアブルエネルギーポリシーメイクオーストラリア A ワールドリーダーエネルギーマターズ 十一オーガスト二千十、リトリーブド、六ノーベンバー二千十。インターナショナルスタンダード IEC 六万千四百から三。インターナショナルエレクトロテクニカルコミッション。オーガスト二千五、アクセスト十二マーチ二千十一。クアルチン、DC アン。インターナショナルデザイン、スタンダードフォーオフショアウィンド、タービンズ、IEC 六万千四百から三。ゲレッド破産、二千五、アクセスト。 12マーチ c h 2011, タナト。ザ・エンジニア・オンライン。2008年11月26日、閲覧。タナト、オフショア・ウィンド・ファーム・スターツ・エレクトリシティ・プロダクション。2011年5月8日、閲覧。ホーンズ・レブ・ツー・タービンズ・ハット・イ、e ・オー・エヌ・フィニッシュズ・ラード・サンド。ツー・ビジネス・ウィーク。14 July 2010リトリーブド。 11 September 2010 AB Operational Offshore Wind Farms In, ヨーロッパ e n d 2009や Retrieved 23 October 2010 Interactive Map for Marine Estate h a t Interactive Map for Marine Estate h a t Wind Farm S First Turbines Active h a t Interactive Map for Marine Estate h a t AB UK Wind Energy Database ハットインタラクティブマップフォーマリーンエステートハットクリステンセンアーラン・エスマッドさんモートンサプライチェーン・スタディオンザ・デニッシュ・オフショア・ウィンド・インダストリーページ33から42オフショア・センターデンマーク29オーガスト2005リトリーブド23オクトーバー2010イントロダクション・ツー・ザ・パーク2010年8月19日閲覧ハミルトン サイダー、オンタリオ2アプルーブグレートレイクスウィンドパワー。ザスター、http コロンスラッシュスラッシュ www.thestar.com スラッシュアーティクルスラッシュ2940442008年5月2日閲覧。ナイクのウィンドデベロップメント、インク。2008年5月21日閲覧。オフショアウィンドアウトルック2019アナリシス。 IEA 2021年3月15日閲覧 https://www.meti.go.jp/.shin-gikai/.energy-environment, 洋上浮力 pdf-0010401pdf-hat-abc-hat, 再エネ拡大の鍵握る、二重式発電、洋上風力の課題を超えるか。 日経クロステック。2021年9月12日閲覧。福島沖風力発電二期撤去へ、国、民間引き継ぎ断念。河北新報オンラインニュース。2021年9月12日閲覧。ロンプラス、日本の脱炭素シフト再エネ拡大に火事を。イコール論説委員、竹川。毎日新聞。 洋上風力発電脱炭素社会実現に向けて注目されている理由を解説。www3.nhk.or.jp.nhk2021 年3月15日閲覧日経クロステック北九州沖で不体式洋上風力が稼働国内初バージ型を実証日経クロステック 2020年10月26日閲覧。洋上風力の整備校を初指定へ。国交省、秋田など4箇所。日経新聞。http://www.eesi.org スラッシュファイルズスラッシュオフショアウインド十10 101310pdf 風間健太郎洋上風力発電が海洋生態系に及ぼす影響。 保全生態学研究第17巻第1号2012年107から122ページありがとうございます。